米大リーグアストロズ、レッドソックス、19日、米テキサス州ヒューストンミニッツメイドパーク。アストロズ、菊池雄星投手、33、が19日、日本時間20日、本拠地、レッドソックス戦に先発し、初回戦闘のデュランに初球を左翼席に運ばれて選手点を献上した。まさかの立ち上がりになった。プレイボール直後の初球力いっぱいに投げ込んだ95ニマイル。 約153、2キロ、直球を左打者のデュランに左翼席へ運ばれた。たった1球で選手点を献上した。さらに1死からレフスナイダー、リバースにレンダーを浴びると、味方の失策でさらに1失点。リードを2点に広げられた。アストロズ移籍後、4度目の登板。前回登板の13日、同14日の敵地。 レーズ戦では6回途中3安打1失点の好頭で自身に連勝となる6勝目、9敗をつかんだ。移籍後は3登板でいずれも6回途中まで投げて4安打2失点以下と好頭。アリーグ西地区首位を走るチームを支えている。レッドソックス吉田正隆外野手31は6試合連続安打中で打率が2割9分8厘にまで上がっているが、左腕、 菊池が先発とあってスタメンを外れた。